お、今回は久々の坊主だな。なんかこの空母、めちゃくちゃでかい機体乗せてません？うげ、またしてもゲテモの空母だな。む、この空母をゲテモの呼ばわりするのはやめるにゃん。ホーネットの悪口を言う奴は、B25 の爆撃小隊でボコボコにするにゃんよ。あ、昇格さん。24000ダメージで耐久の約半分削ったわ。いや、強すぎだろ。はい、というわけで今回は待望のティア8アメリカ空母、ホーネットに乗っていきます。ホーネットというと、エンタープライズと同じヨークタウン級空母ですね。なあ、さっきの B25 は一体何なんだ？トーリットル空襲っていう、初めての日本本土爆撃があったんだけど、その時使われたのが、ホーネットから飛び立った B25 なのよ。あ、史実でも実際に使われてたのか。で、その B25 は超空母の特別艦載機同様、一定時間経たないと使えなくなってるにょん。だからまずは雷撃機で偵察と攻撃をやっていくにょんよ。いやー、久々の坊主実況だと何話していいかわからなくなるねー。もう少し投稿頻度高めてくださいよ。3月あたり忙しかったから、今後は頑張るよ。と、まずは巡洋艦に雷撃行くにょんよ。雷撃隊は4機同時攻撃の8機中隊ね。よく突きつけて。魚雷、投下。いつもはすぐ母艦に戻るけど、さっき投下した魚雷の様子を見るにょん。魚雷自体は結構密集してたよね。魚雷は3本命中で、約1万2000ダメージよ。よしよし、開幕からいい調子にょん。次は爆撃機で出撃にょんよ。B25 来るかって思ったが、通常のやつなのな。B25 はもうちょっと時間かかるにょん。ちなみに中隊は雷撃機より増えて10機、攻撃は5機ずつね。いや8相応の数って感じだな。ただロケット弾搭載機がないから、もう少しいてくれてもよかったとは思うにょん。それとこの爆撃機、AP 爆弾だから駆逐艦以外を狙うといいわ。ちょうどいいところにグナイゼナーがいたから、それをターゲットにするにょん。お、久々にお祈りありますか？お祈りってなんだっけ？いや久々すぎて進行なくなったパターンだなこれ。通常貫通1発で1000ダメージ。もう、アリスさんがウォーゲーミングは神って唱えないからバイタルに刺さらなかったじゃないですか。あ、すっかり忘れてたよ。さて、みんなお待ちかね B25 が発艦するにょんよ。お、よくあの甲板から飛び立ったな。いつもの超空母とかと違ってホーネットの場合、発艦時のブースターがないわ。だけどエンジンブーストは自動回復しないから、攻撃前に全部使い切らないようにするのよ。わかったにょん。さすがに B25 ってだけあって、中隊6機で耐久は驚異の3万超え。速力が遅いのと図体がでかいのが弱点だけど、無理やりにでも爆撃観光できるのが強みね。隣に巡洋艦がいるけど、ここはグナイゼナーを行くにょん。各機、攻撃態勢に。ここで1機落とされたぜ。投下、投下。爆弾10発命中、だけど貫通は4発だけで7500ダメージ。2万超えのダメージ稼ぎたかったにょん。それでも戦艦にとっては、角度関係なく7000ダメージ削られたわけだからな。この B25 爆撃隊が強力なことに変わりはないぜ。ここでちょっと、弾艦で乗り込んできた敵駆逐艦を縛いていくにょんよ。煙幕に隠れてしまいましたが、魚雷でうまく追い出せるといいですね。魚雷、投下。お、隠れてた駆逐艦出てきた。これは死を悟ったのか、味方戦艦に肉薄雷撃する気だな。こっちも魚雷で対抗するにょん。味方戦艦への魚雷、命中コース。味方戦艦と駆逐艦の交換となったわ。まあ一隻しかいない駆逐艦を序盤で落とせたのは良かった、のでしょうか。ちょいと敵が多いけど、グナイゼナーに魚雷行くにょんよ。攻撃前に全機落とされそうな対空砲火だが、耐えられるのか、これ。回復使えば耐えられるはず、にょん。消耗品で耐久回復できる惑星ウォーゲーミングの航空機、最高。魚雷、投下。魚雷は3本命中、1万ダメージ程度ね。そして本日2度目の B25 出撃にょん。B25 爆撃中隊は大体2分半に一度使える感じだな。普通の飛行機に買い飛ばしたら B25 っていうサイクルになるにょんね。さて、ターゲットはどれにしようかな？無難に一番近い巡洋艦でいいんじゃないか？オーケー、それじゃ照準して。偏差は少し多めに取った方がいいですね。投下、投下。爆弾7発命中で3火災、1万2000ダメージよ。いやちょっとダメージエグすぎませんか？ふっふっふ、B25 に狙われたのが運のつきにょんね。さっきの巡洋艦たちを沈めてもよかったにょんけど、自陣内に敵戦艦が突撃してきたから、先にそっちの対処するにょん。このタイミングで突撃してくるなんて、ここはロシアサーバーかな？あ、ロシアサーバーといえば、ウォーゲーミングがロシア、ベラルーシからの事業撤退を発表してたわね。国際情勢上、仕方ないよな。爆弾は5発命中で6000ダメージよ。バイタル入るかと思ったけど、アメリカ戦艦は硬いにょんねー。一応索敵も兼ねて、お次はグナイゼナーを狙うにょん。雷撃機の魚雷投下間隔は狭めなので、取り扱いやすそうですね。ただ1本あたりのダメージはそこまで高くないにょんよ。
同格の加賀とはまた違った味付けなのな。魚雷は2本瞬間が作動せず、1本のみ命中で3000ダメージ。余裕あったと思ったけど、もう少し手前で投下するのが良さそうにょんね。そして本日3回目の D25 にょん。攻撃目標は突撃してきてるぐらいにするにょんよ。2万ダメージ叩き出してほしいですね。任せろにょんよ。タイミングを合わせて。投下、投下。爆弾を発明中、だけど全て不貫通よ。にょんの2万ダメージか。今調べたけど、具内の簡単装甲は 50mm、対して爆弾の貫通力は 42mm よ。砲塔に吸われたとかじゃなくて、純粋な貫通力不足だな。ホーネットで戦う場合は、ざっくりと敵の簡単抜けるか抜けないかを確認しておくといいわね。ただ貫通こそなかったものの、2火災でそれなりにダメージ入ってるわ。残存鑑定数を揃えるためにも、この辺りで沈めたいわね。AP 爆撃機そんな信用してないけど、とりあえずやってみるにょん。アリスさん、お祈りの準備を。もう、仕方ないな。ボーゲーミングは神、ボーゲーミングは神、ボーゲーミングは神、ボーゲーミングは神。爆弾4発明中、うち3発がバイタル貫通で敵戦艦を撃沈。いやー、祈ってみるもんだねー。と、瀕死の敵巡洋艦が見えたのでそちらを攻撃しましょう。D25 で爆撃した巡洋艦、まだ生きてたにょんね。1発でもバイタル抜ければ倒せるはずにょん。残念ながら1発も命中せず。ぐぬぬ。今度はモガミが自陣に突撃してきてますね。今日はなんか積極的な艦艇が多いな。芋戦場より突撃戦場の方が楽しいからよし。さて、また来撃していくにょんよ。目標はモガミね。回避されそうな気もするけど、追い出せればよしとするにょん。敵モガミ、完全に回避行動に入ったぜ。島がちょっと邪魔でやりにくいけど、十字来撃いくにょんよ。ここで魚雷一本命中、浸水も入ったわ。一微妙だけど、とりあえず投下にょん。そしてみんな大好き D25 の出番にょんよ。敵からはめちゃくちゃ嫌われてると思うけどな。クイーンエリザベスが中央にいますが、もう瀕死なのでモガミの方を狙いましょう。アイマム。本当は対空バブル避けた方がいいが、機体が大きすぎて避けきれないよな。そこは自慢の耐久性で強行突破にょん。敵モガミ、座礁しているみたいですね。この大量の爆弾を食らいにょん。投下、投下。爆弾を発明中で火災2箇所発生、ダメージは1万よ。その後少しカットしまして、今はイズメールを追いかけてるところです。まあ、D25 乗ってるよ。味方の反撃が頼もしく、残存鑑定数は2隻こちらが優勢になったわ。戦闘時間も残り3分程度なので、ここからは耐久の減ってる敵から沈めていきましょう。お、もうそんなに戦闘時間経っていたのか。このホーネットの艦載機、全体的に速度遅めだからね。と、敵イズメールを撃沈。ふう、これで残る敵は3隻にゃん。さて、そろそろ動画後半だし、このホーネットを使った感想でも話していきましょうか。お願いします。このホーネットは端的に言うと、ギア8番超空母といったところで、通常の艦載機でチクチク削りながら、大本命の D25 でごっそり削るのが基本ね。D25 は運が良ければ、2万ダメージと複数火災で敵を絶望に染められるにょん。確かに D25 は強力なんだけど、ホーネットにはもちろん弱点もあって。何と言っても、艦載機が全体的に遅いことが挙げられるわ。今回は艦長スキルで若干速度向上してるけど、D25 の通常速度は素で105ノット。これは他のギア8空母と比較しても、格段に遅いと言わざるを得ないわ。速度が遅いってことは臨機応変に戦えず、攻撃回数の減少にもつながりますね。また通常の艦載機も D25 よりかは多少早いけど、それでも遅い部類よ。それと通常の艦載機が AP 爆弾なことと足が遅いことから、対駆逐が苦手な空母ね。だから駆逐艦を封じて戦場の動きをコントロールする、ってよりかは。のんびり D25 を飛ばして、巡洋艦や甲板抜ける戦艦に爆撃してダメージを稼ぐのが狙いかしら。ちなみに艦載機の速度が遅いからって装甲薄い母艦を前に出すのは、結構リスキーよ。ふむ、強い点、弱い点がしっかりした空母なんだな。総評すると、特別強いわけではなく、初心者でも楽しめる空母といったところね。艦載機が枯渇することはほぼないだろうし、D25 で簡単に大ダメージを出せる。空母の操作に慣れてない人でも、楽しく遊べること間違いなしよ。と、ホーネットについてはこんなところね。ありがとうございました。それでは実況に戻りましょう。と言っても解説している間に敵の空母以外全部沈めちまったけどな。せっかくのニョンの活躍が実況されなくて悲しいニョン。ちなみに母艦は前に出しすぎたせいで、残り耐久2000程度しか残ってないです。逆によく生きてたな、これ。敵空母は結構奥の方に逃げてたにょんね。こっちは満身創痍になりながらも突撃してるんだぞ。逃げるなぁ。いや空母が前線にいる方がおかしいからな。時間的に、これが最後の爆撃になりそうですね。爆弾、投下。5発命中で約4000ダメージ。しょっぱいにょん。と、ここで残り時間が0となり、ポイント優勢で私たちの勝利となりました。魚雷11本、爆弾56発、火災10回で約12万ダメージね。それなりにダメージ稼げたにょん。元のスコアは1800ほどよ。
今回はトップのマッチだったから、対空とかほとんど気にせず戦えたな。はい、というわけで今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。